どうも松田です。こんばんは。今日の死ぬまでにしたいことはミスド全種類食べてみたいという動画になっております。ミスドのせいで高度な喧嘩勃発、想像以上の量に苦戦する僕たち2人の様子をご覧ください。どうぞ。こうなるから俺風邪よって言ったよ。買い占めに行くか。何時間で食えるのかな。3時間とか。どうなんやろ。いやマジでやってみたかったよな、ほんまに。最高じゃん。最高やぞ。朝飯食ってきてないやんな、もちろん。もちろん食ってない。でかい、行こう。よっしゃ。腹減った。リッパいる。ハニーリッパいる。いるとかじゃない、全部やで。買い物みたいになってる。4,800円。いいね。うお。うお。食えるこれ。全然余裕じゃない。食べよう。いただきます。いただきます。26種類。やった、幸せや。イグイド？イグイド？やった、こんな幸せなこと。いただきます。待って、俺も一緒に食べた。なんで？いただきます。待ってよ。うまっ、うまっ。めっちゃうまない？うまっ。それ、定番化しようとしてる。うん、あんま好きじゃないな、それ。あ、そうや。ん？前の動画でな、うん、めっちゃ嬉しいコメント言うとったん、俺思い出した。どうして気がってこと？そう、俺個人でめっちゃ嬉しいコメント言うとったん。読むわ、うん、カッチョブータさん。自分も大学生でニキビに悩んでて、としきさんめっちゃイケメンだからこそ、としきさんの肌改革企画も見てみたいです。うん、増田さんもかっこいいです。はい、ついでやけど、あのとしきさんを見習って一緒にニキビ直してきたら需要高いと思いますって書いてる。俺はこれ見てほんまにそこになんていうの、共感したというか、俺も悩んでるからこそ、あ、その悩み持ってる人多いねんなっていうか、カッチョブートさんも悩んでんねんなっていう。わかんねん俺は。毎日こう、わかる、わかるやんな、その鏡見た時にこうがっかりする感じな。ニキビ跡がすごいっていう。新規はもうできんくなってんけど、だんだん、うん、なんでおるとん新規って。ニキビ業界では新規って言うねんね。そうなん。うん、よな、あれ。このコメントは嬉しかったなと思って、俺。あ、嬉しいなそれ、確かに、うん、なんか、あ、同じ悩み共有してくれる人おるんやっていう。なるほど。 それを共有してくださいって言ってくれてるわけだから、悩みは、うん、俺も悩みやでって言いたい。そう、でもまあ悩みはな、あれやかな、うん、まあいいこと言おうとしたけど、わからん。悩みやなって言うこと言おうとしたけど、悩みやなや。俺らめっちゃ見てるから、コメント欄、ほんまに見てるな。一生見てる、コメント欄を。嬉しすぎもんな、うん、まだ今少ないからこそな。あ、これ言っとかないと。そう、動画で触れるって返信してんけど、これ。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。やりたいことリストはすでに全部決まっているのでしょうか。もし決まっているのでしたら、今後へどんなことをやるのか見せてもらえると嬉しいですっていうやつやねんけど、やりたいことは、なんていうの、100個以上出て、その書き出した時に何個ぐらい、あれもう1000個ぐらい、1000個言い過ぎ、1000個言い過ぎちゃう、500個ぐらい出た、出たな。そう、500個ぐらい出たから、うん、その中から自分らがワクワクするやつを選んでるって感じ。うん、ほんまに自分たちのやりたいこともしたいし、お金の問題とか時間の問題、時期の問題とか、うん、富士山とかはほんま去年とかやりたかったけどできんかったりとか、うん、まあ、そういう問題もありながら、今やれる、かつ自分たちがワクワクするやつをやってるって感じやね、今。そうやな。そうだから、全部見せるっていうのは多分できんね、書きすぎて。できへん。もう100個以上出てもってるから、しかもその時思いつくやつ、新しく追加するやつとかもあるから、こんなんとかも最近思いついたことやん。このほんまそう、ミスド全種類食ってみたいとか、これからのその俺らの動画を通じて楽しんでもらえればと思います。ミスド行ってもさ、なんか毎回同じの食わん？食べる。そうやんな。うん、俺たちいつもポンデリングしか食わんやんからさ。ノーマル？ノーマル。何センスないみたいな。そんなことない。言うてないで、その顔。言うてないやん。センスなみたいな顔されてる。言うてないもん。どこに言うてた俺、顔。もうめっちゃ見たら分かるから、あれで。ノーマル。ファミチキ食いたい。ファミチキ？うん。俺はもうなんか、お腹いっぱいなんやろ、どちらかって言ったら。お腹いっぱい、めっちゃお腹いっぱい。いらないん。違う、全然。お腹は全然いけんねん。なんなん、気持ち悪くなってきた、マジで。甘いもの食べ過ぎて。え、じゃあそれ食べたら復活するの？ガチ復活。うん、ほんまにいけると思う。うわ、うまっ。あー、感動やわ。残り7になる。どっちか1個多く食ってるやん。残り 7？ あ、じゃあどっちか1個多く食ってんじゃん。うん、
で、おいしょ言うたんや、そう。あ、言うたそう言うたんや。じゃあ、ってことは俺やん、絶対に。なんでなの？だって、いつの間に。いや、こうなるから俺数えよって言ったやん。え、数えてたんじゃん、自分で。だから、数えよって言ったやんっていう、そのあれやん。何を、いや何をなんて数えてないやん、自分も。いいやん、そこいいやん。そこ、細かいこと気にすんなよ。まあ、まあ、いいや。うん。じゃあ俺が4個食べて3個にしよう。普通に4個は食うわ、1個は食うわ。でかい。助け合いかな、そんな。助け合いとかやめよって。助け合いしようや。え、どういうこと？助け合いとかやめよって。やめよう、なんでな。いや、そんな苦しいもんじゃないし。うん、確かにな、ほんまに顔めっちゃ苦しそうやけどな。見ずに言ったらもいらんやん。待って、このせいやん、絶対に。お腹いっぱいなってんの。俺なってないって。俺やったやないって。俺やった、くそ。麦茶やんか。くそ、悔しいから、リンゴパイ。でも思ってるじゃん、俺強いわ。胃袋が、うん。それは、あの、増田が強いんじゃなくて、増田の胃袋が強いだけであって、なんか自分強いって感じがしたらあかんでっていう、それだけらしい。何が？増田の胃袋ってことは、増田やから。違う、マスダ、自分強いって感じがしてるやんか。ちゃん、マスダの胃袋が強いだけであって、マスダは強くないでっていう。何が違うん？それ分からん。あ、分からん。ごめん。同じレベルに合わせて喋るわ。じゃあ。確かに、ほんまに言って、ちゃんと。何が違うかだけ。端的に言って。なんで端的に言わなあかんの？いや、分かりやすい。あ、じゃあまた今度あの論文20枚で渡すわ。端的に言うの嫌やから俺、その、端的に、渡したらレベル低いから、その違う捉え方するわけやんか。端的に言えない。いや、端的に言えないじゃなくて、言ってしまうとあの知能レベル的にその間違えた捉え方するわけやんか。ってなると俺はちゃんと一言一句そのまま持ってることを言いたい。俺は日本語っていうその細かいニュアンスが伝わる、めちゃくちゃ意味の多い単語で、言葉で、言語で、俺はちゃんと文字にして伝えたい。そしてそれを読み聞かせて言葉にしたい。だからまた論文に書いてくる。はい、はい、どうぞ。どこで知能レベルが違うってなるんですか？それはあの何ですか？何が？どこで？あった。こっちない。なんで？いや、レベル低すぎて喋られへんなと思う。俺はもう食べた。前に進もうと思って。俺は俺だけは前に進もうと思う。逃げたな。うん。交代、更新。何これ。何これ。シンプル、俺言いたいのはその言い訳させてほしい。まず何の普通にこれは何、まあ、これは試写後にしたらもうあれやゴミやゴミゴミじゃん。ゴミとか言わんとこ。ほんまそう。試写後にしたらもうないみたいなもんやんか、うん、なんかまあ食べんでいいとして、うん、食べんでいい、もしくは増田が食べるにして。なんで？あと俺これやろ。でこれは、うん、ほんまになんていうの、あの俺のあれやん。言うことがない。これは俺でしかない。くそ無理やろ、それだけは。これだけは絶対に俺やったな。くそが。最後1個バリ重いねんけど、ミスった。マジなんで残したやろこれ。あほや。もうこれ、ガいや、やめろ。もう、あっ。OK。Yes, sir. Yes, sir. 盛り上がらん声やわ。やってみて。Yes, sir. なんで笑ってんの、そんな。手いらんやろ、絶対。Yes, sir. 雰囲気でやったな。うわぁ。これもうこれも試写後にしたら一緒やろこれ。まだこれ試写後にしたらもうあれやから。これさ、3つくっつけたら1やで。いや、ちゃうで。終わったな。あ、触りそうになった。触ったら、触ったら自分やで。ちょっと、ほんまにじゃんけんしようこれ。なんでなん。え、いいよ、ほんまにそうしようじゃん。え、いい。出すとこ出すで、俺もじゃあ。いや、俺ごめん、触ってんの壊れへん。壊れやん、俺じゃ得ないやん。得ないやん。
で、これは絶対無理。なんで？ほんまに無理。だって俺がかじったら、あの、食えへんくなるやん。え、で、一気に一口食ってみたら無理やって、絶対絶対絶対無理。腹立つわ。もう行ってくるの？一回、かじってみて。大丈夫か？大丈夫か？イエス、それ確定、確定。よっしゃよっしゃ、クリア。クリアしてないから。ほんまに片付けねえ、片付けねえっす。頭上がんないっす。ありがとう、ほんまに元気出てきた。全然いける、全然いける。もしかして怖っ。ほんまに、ほんちょうどいいぐらいにお腹いっぱいになる。だから頑張ろう、この苦しい戦い、苦しい中乗り越えていこうや。ほんまにそう、ほんまにそう、それはそう。苦しい時どんだけできるかやな、ほんまに、うん、それが仲間じゃない、やっぱり、うん、人ってほんまになんか苦しい時どんだけできるかで勝ち決まるらしい。何の勝ち？何の勝ち？人の価値？うん、あの、なんかついてんで割と決まるらしい。でもわきたな、可愛い女の子のこれは見れるけど、ごめん、それ真似はこれそれ見えへんわ。ごめん、見えねえよ。うわ、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 何の子？これ横で俺って何で俺が俺が。うわ、なんか出た。じゃあ、ちょっといただきます、うん、じゃあ最後食べよう。いけるって信じろ。ああ、うわ、来た。いけて、いけ、ついたついた、ナイス、よし、いた、やった、はい、食べきった、食べきりました。ということで、ありがとうございました、見ていただいてバイ、センキュー。ダメ、バイ、センキュー。そうなの、一緒にやるのこれ、うん、せーの、バイ、センキュー。おい、こっちきつかった。顔色悪いで、ガチで。